つぼいる三坪つぼいる三明治31年2月1日は日本の海軍軍人。元徴州藩士。日本海軍での最終階級は海軍中将。君党は十三味君二刀工三級、男爵、陽明、信次郎。高三の他にのりみ光の名も使用していた。1843年4月6日、須王国造田寺に徴州藩位。 原剣道の次男として生まれる。1863年、長州藩の遊撃隊に入り、母親戦争に参加。その後、海軍の道を進むが、1864年の四国、連合艦隊による下関放題攻撃を機に、海軍修行を志したとする意見もある。1969年、坪井信友の養子になることを藩主に命じられ、坪井姓を名乗る。 坪池は、坪井信道が1838年に、長州藩士の寺院になった時から、長州藩との関係がある家柄である。1871年6月10日、海軍大員に就任。同日、鋼鉄艦副長に就任したが、13日に免じられ、海軍修行を申し付けられる。3日間の副長人事は坪井が、コロラド号で訓練を積む際に、 地間扱いされるように兵部省が図らったとする意見もある。1871年9月、横浜でアメリカ海軍所属アジア艦隊の機関コロラドに乗り組み、中国の沿岸を巡航し、実地訓練を積む。1872年4月、コロラド号のアメリカ帰国に際し、ロジェーズ少将に従い渡米し、ワシントン DC にあるコロンビアンカレッジ付属中学校に学んだ。 留学中は、坪井いのりみつの名前を使用していた。1874年7月、完璧海外留学生の一斉帰国命令に従い、帰国。1874年8月、海軍少佐、第一堤防艦長に就任。1890年9月、海軍少将、佐世保軍港司令官に就任。1892年12月、海軍兵学校長に就任。 1893年12月、海軍大学校長に就任。1894年6月、常備艦隊司令官に就任。1894年7月、日清戦争が開始。坪井は従来からいかなる場合にも自分は単獣人で戦うと主張していたので、坪井自身に単獣人のあだ名がついていた。日清戦争では、 海戦時の豊島沖海戦や9月の航海海戦に参加し、単獣人戦法で戦い、勝利した。航海海戦では単獣人の戦闘に機関を配置して指揮し、北洋艦隊の背後に回り込み、海戦の主導権を握ることに成功した。航海海戦で、新国海軍の軍艦に乗り、日本海軍の動きを見た広幕義品、米海軍少佐は、 日本海軍は終始整然と単純人を守り、海速を利して有利なる形において攻撃を反復したのは教端に値する。と評している。12月、旅順口根拠地司令長官に就任。1895年4月、日清戦争が終結。ありがとうございます。